かわいそうなイカだ。一人ぼっちで岸にいるけど、もう少しで行けるね。あら、クマじゃない？ってことは、タクマ先生もここに？あれ、その体は…血！そんな…何かの間違いでしょ、きっと。ダメよ、絶対愛子さんとの約束は破れない。でもやっぱりダメ、助けないと。愛子さんならきっと分かってくれる。教えて、拓磨先生はどこ？さあ、拓磨先生よ、分かるでしょ。そうよ、利口な子ね。血がわしをここへ呼び寄せるか。もう十分生きたということかの。ねえ、たくま先生。あ、ゆきちゃん、お主一人か。はい、クマについてきたの。他の人は来られなかったけど、何があったの？暗黒と恐怖じゃ。反乱者は農民を殺傷しておる。ほとんどもう死んでしもうた。無限は助けようとはしたのじゃが、投獄されてしもうた。尋問されて、おそらくすぐに処刑されるじゃろう。そんな、助けないと。無理じゃよ、ユキちゃん。そのような力はありゃせん。やってみなきゃ。だって仲間よ、見捨てるなんてできない。若い心じゃの。よし、わかったわい、ユキちゃん。もし助けられなければ目的もまた死ぬ。進むほかないということじゃの。子が、うんうん、しっかり動いて。ネズミの歯、やめて。将軍の兄弟、たくまめ、おいで、呪ってやる。音がするでしょ。あと少しだから反乱者よ。どうしてこの場所を探しているのかな。おう、うん、早く今よ。小刀さん、膝はつく、首はぐさ。あれは反乱者よ。どうしてこの場所を探していく。見えないでしょ。素早く。あと少しだから。ネズミの歯、膝はつく、首はぐさ。これは判断者だ。あと少しだから。水たまりは音がするでしょ。素早く。悪魔め、鬼め、
うん、早く。小刀さん、起きてよ。床が泥だらけ。やめて。悪魔め、鬼め、呪ってやる。私ならできる。ネズミの歯。どうしてこの場所を探しているのか。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。お侍さん。落ち着くんじゃ。私は捕まんないわよ。見えないでしょ。素早く、鋭く。ざわつく。床が泥だらけ。私なら、水たまりを通っちゃダメ。あれは反乱者よ。どうしてこの場所を探しているのかな。ほう、生存者を探しているといったところかの。死んじゃったのかな。侍さん、落ち着くんじゃ。ユキちゃん、無限を何としてでも救い出すぞ。他の者に知らせろ。うん、早く。はい、水たまりを通っちゃダメ。ネズミの羽。膝はつく。首がくさ。水たまりは音がするでしょ。鬼め、私は捕まんないわよ。やってやる。オッケー。素早く、鋭く。あれは反乱者よ。どうしてこの場所を探しているのかな。ほう、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。はい、あと少しだから。水たまりを通っちゃダメ。やめて。ネズミの歯。膝はつく。首はくさ。素早く、鋭く。呪ってやる。オッケー。心配なさんな。足が濡れるかもしれん。宝禄火矢、足を使うかのう。はい、私ならできる。やめて。悪魔め、鬼め、今よ。床が泥だらけ。小刀さん、膝はつく。首はくさ。素早く。見えないでしょ。私は捕まんないわよ。オッケー。あれは反乱者よ。どうしてこの場所を探しているのかな。おう、生存者を
探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん、素早く、鋭く。うん、早く。ちょっと待ってね。はっ。あと少しだから。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろう。そのことを忘れてはいかん。ああ、すぐに行くわよ。心配なさんな。クマ、聞いておくれ。うん、位置についたわい。怠けちゃダメよ。素早く。水たまりを通っちゃダメ。水たまりは音がするでしょ。ちょっと待ってね。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろう。そのことを忘れてはいかん。床が泥だらけ。どうしてこの場所を探しているのかな。ほう、はっ。気をつける以前なら大したことではなかったんじゃが。うん、雨はわしを止められんじゃろう。足が濡れるかもしれん。さあ。どうして熊に血が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ。たくま先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはのう。きっとクマもお侍さんを助けてほしがった。はい。引きつけるんじゃ。さあ。どうしてクマに血が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ。たくま先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいた。クマ、聞いておくれ。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ。たくま先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けてほしがってるよ。その足が欲しいわ。早くて強くて、しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。ふん、なんとも突飛な称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。謎謎だね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。クマは死を浄化してくれればの。すぐだから、私ならできる。
け。床が泥だらけ。水たまりを通っちゃダメ。ちょっと待ってね。今よ。素早く、鋭く。あと少しだから。うん。まだ朝になろうとされておる。雨はわしを止められんじゃ。行きましょう。どうして死ななきゃならないの。この人たちは誰も傷つけてないのに。あえて言うなら、農民は上様への忠誠を持ち続けたがために死んだのじゃ。死なないで、お侍さん。あやつは強い。ユキちゃん、必ず間に合う。常に用心しておき、大したことではなかったんじゃ。足が濡れるかもしれん。さあ、よし、行くんじゃ。嫌な雲ね。床が泥だらけ。そろそろ行かない。ここは危険ね。ここにいるわ。まずいわね。うん、早く準備完了。さあ行け。行きましょう。あと少しだから。するでしょ。水たまりを通っちゃダメ。床が泥だらけ。我らの子をどうやる。まだバカだ。貴様一人。こそこそのメロディー。バナさん、起きてね。鳥の声。くし、あと少しだから。ごめん。水たまりは音がするでしょ。床が泥だらけ。
私ならできる。メロディー、アナさん、起きてね。ちゃんと巻いてるわ。アナさん、起きて。こそこそのメロディー。聞こえたぞ。朝になるときついじゃろうな。気をつけてね、素早く、鋭く。見えないでしょ。おそらく足が濡れてちゃった。床が泥だらけ。鳥の声、ちゃんと巻いてるわ。水たまり、床が泥だらけ。オッケー。嫌なサプライズ。待ってね、メロディー。行くわよ。誰か来るのか。私は捕まんないわよ。素早く、鋭く。オッケー。アナさん、あと少しだから。鳥の声。音がするでしょ。こそこそのメロディ。暗闇に隠れてるのは分かっている。素早く。私ならここ水たまりは音がするでしょ。都市には勝てるな。雲じゃな。それともバックの犬が近くにでも隠れている。貴様の手を取るな。炎を取り合う。君には関係ないぜ。急ぐべきじゃ。さあ、行け。近道を見つけるべきだ。常に用心しており、以前なら大したことではなかったんじゃが、雨はわしを止められんじゃろう。行きましょう。バックの犬が近くにでも隠れている。
ああ、もちろん。そろそろ行かない？素早く、鋭く。床が泥だらけ。おそらくは、聞いておくれ。よし、行くんじゃ。こそこそのメロディー。まあ、よし、行くんじゃ。常に用心しておくれ。よし、行くんじゃ。さあ、出番じゃ。クマは、よし、行くん。こそこそのメロディ。クマは、よし、行くんじゃ。我らの子をどうやる。そうだね。あなたバカだ。言うことなんか聞くなよ。行きましょう。それともバッグの犬が。常に用心しておるよ。嫌な雲ね。時こそ大切じゃ。小さき武器じゃ。雨は気にせんぞ。怠けちゃダメよ。見えないでしょ。素早く。水たまりは音がするでしょ。あと少しだから。気をつけるんじゃ。嫌な天気だわ。ネズミの歯。大事な時じゃの。やっぱそうだったな。貴様の気持ち。俺が聞いたのは貴様の役だ。将軍の兵士。ここにいるわ、今よ。水たまりを通っちゃダメ。そのうちみんな忘れるぞ。貴様の兵士。関係ないぜ。さすれば切腹ぐらい。見えないでしょ。素早く、鋭く。私は捕まんないわよ。やだ、バカだ。言うことなんか聞くなよ。ちょっと待ってね。床が泥だらけ。何でもかんでも信じるのはよくない。気をつけるんじゃ。花火の準備はできたぞ。ああ、すぐに行くわ。以前なら大したことではなかったんじゃ。何でもかんでも信じるのは良くないぞ。
動くのがよかろう。雨は気にせんぞ。嫌な、あと少しだから。ああ、もちろん。中距離。ここは危険ね。将軍の兄弟。気をつけてね。はい、ここよ。時こそ大切じゃ。すぐだから。素早く。ネズミの歯。おそらく。そうだったな。小さき骨。肋骨にしみるの。嫌な天気だわ。まずいわね。素早く。雨が死を浄化してくれればの中距離。雨はわしを止められんじゃろ。肋骨にしみるの。さすれば切腹ぐらい。様に立ち向かえるとでも思っている。素早く、鋭く。意地悪な雲じゃな。下、気をつけて。死は決まる。肋骨にしみるの。そうだったな。宝禄飛矢。さすればすぐだから。ちゃんと巻いてるわ。足が濡れるかもしれん。心配なさんな。確かにそうだな。雨はわしを止められんじゃろ。ここどうやって知った。素早く、鋭く。貴様一人、それとも幕府の犬が近くにでも隠れた。今よ。水たまりを通っちゃダメ。見えないでしょ。あと少しだから。将軍の兄弟。マナさん、起きてね。はい。ちょっと待ってね。注意して。水たまりは音がするでしょ。おそらく。年には勝てんわい。急ぐべきじゃ。足が濡れるかもしれん。何でもかんでも信じるのは良くないぞ。貴様の抵抗は。将軍の兄弟。
急ぐべきじゃ。心配なさんな。運転にするまでにはすぐに。ここは危険ね。我らのことをどうやって知る。水たまりをたっ。貴様一人。それともバックの犬が近くにでも隠れている。私は捕まんないわよ。素早く。貴様の抵抗は。素早く。鋭く。ずばなさ。いい場所だわ。さすれば切腹ぐらい。手に入れたわ。貴様は本当にお子様に立ち向かえるとでも思っているのか。生き揺れにするまでにはすぐに。我らのことをどうやって知った。オッケー。やるぞ。貴様一人。それともバックの犬が。まだ必要とされておる。聞いておくれ。出番じゃ。貴様の言うことは。俺が聞いたのはその逆だぞ。吠えろ。逃げ。都市には勝てんわ。ああ、すぐに行くわ。好奇心旺盛な。朝になるときついじゃろうな。貴様は本当におっこと様に立ち向かえるとでも思っている。雨はわしを止められんじゃろう。さあ行け。動くのもよかろう。我らの子をどうやって。クマは出番じゃ。それともバックの犬が近くにでも隠れている。老骨にしみるの。クマ、聞いて行け。さすれば切腹ぐらい。まずいわね。水たまりを通っちゃダメ。貴様は本当にお父さんに立ち向かえるとでも思っている。腕にするまでには素直に話したくない。我らのことをどうやって知った。貴様一人。それともバックの犬が近くにでも隠れている。さあ意地悪な雲じゃな。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい。あなたが撃って、私は仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために、うん、言ったでしょ、仲間だって。それに、お侍さん、とってもいい人だから。さすれば切腹ぐらい。注意して。うん、早く。生き揺れにするまでにはすぐに行きたくなる。見えないでしょ。我らのことをどうやって知る。
こと様に立ち見せ。ここにいるわ。今よ。あと少しだから。生き腕にするまでにはすぐに。見えないでしょ。オッケー。どうやって水たまりは。うんうん、しっかり動いてるわ。貴様は本当におっこと様に立ち向かえるとでも思っている。クマは気をつけて。メロディー、行こうよ。生き腕にするまでにはすぐに立ちたくなる。おそらく心配なさんな。我らのことをどう。怠けちゃダメよ。素早くちゃんと巻いてるわ。取り残。嫌なサプライズ。私は捕まんないわよ。ちょっと待ってね。我らのことを。そこで止まれ。うん、早く。貴様は本当におっこと様に立ち向かえるとでも思って。クマ、聞いておくれ。宝禄飛矢、行きましょう。ちゃんと巻いてるわ。時こそ大切じゃ。年には勝てんわい。我らのことをどうやって。素早く。雨が鋭く。ふっ、貴様一人。それと鳥の声。犬が近くにでも隠れている。私は捕まんないわよ。床が泥だらけ。コソコソのメロディ。見えないでしょ。メロディ今ダメよ。バカ。うん、早く。貴様は本当に怒る。家に帰るとでも思ってる。ごめん、私は捕まんないわよ。ちゃんと巻いてるわ。貴様は本当におっこと様に立ち向かえるとでも。ここにちゃんと巻いてるわ。ちょっと待ってね。床が泥だらけ。素早く。メロディー、我らのことを。行こうよ。水たまりを通っちゃダメ。今よ。貴様は本当におっこと様に。別の道がある。ああ、すぐに行くわい。嫌な天気だわ。ちゃんと巻いてるわ。までにはすぐに。嫌なサプライズ。我らのことをどうや。見えないでしょ。鳥の声。貴様一人。私なら聞こえたできる。も幕府の犬が近くにでも駆け。床がコソコソのメロディ。はい。なんだ。ちょっと待ってね。貴様の手。時こそ大切じゃ。以前なら大したことではなかったんじゃが、動くのがよかろう。はい、ここよ。私ならできる。今よ。いいえ、近道を探しましょう。将軍の今日。ちょっと待ってね。大事な時じゃのう。雨は気にせん。準備完了。素早く。それとも幕府の犬が近くにでも隠れている。貴様の手。
将軍の兄弟、何か知ってる。鳥の声、ちょっと待ってね。水たまりは音がするでしょ。こそこそのメロディ、聞こえたぞ。私は捕まんないわよ。貴様は本当に怒ってしまう。私に任せて。床が泥だらけ。時こそ大切じゃ。心配なさんな。貴様一人、それとも幕府の犬が近くにいても。クマ、聞いておくれ。出番じゃ。雨はわしを止められんじゃろう。貴様の。さあ、よし、行くんじゃ。引きつけるんじゃ。我らの子をどうやって死ぬ。私は捕まんないわよ。我らの子をどうやって死ぬ。心配なさんな。手元を狂わすなよ。近くにでも隠し。ごめん。我らの子を。水たまりを通っちゃダメ。貴様一人、それとも幕府の犬が。はっ。うん、早く。我らの子をどうやって死ぬ。注意して。見えないでしょ。まだ必要とされておる。それとも幕府の犬が近くを隠れている。常に用心しておるよ。貴様の抵抗は将軍の兄弟、水たまりは音がするでしょ。さすれば切腹ぐらい。ちょっと待ってね。貴様は本当におっこと様に立ち向かえるとでも思っているのか。ネズミの歯、素早く鋭く。息切れに、あと少しだから。貴様は本当におっこと様に立ち向かえるとでも思っているのか。息切れにするまでには。水たまりを通っちゃダメ。うんうん、素早く鋭く。床が泥だらけ。私ならできる。貴様は本当に。私は捕まんないわよ。水たまりを通っちゃダメ。息切れにするまでには。我らの子をどうやって。バッグの犬が近くにいても隠れている。悪魔の獣じゃ。お母さんみたいに。ん？なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。耳を塞ぐに。悪魔の獣じゃ。お母さんみたいに。ん？なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。竜の叫び。自分の兄弟、何か知っている。見えないでしょ。まだ準備できてない。さすれば切腹ぐらい。
アナさん、起きてね。メロディー、いい場所だわ。うん、早く。床が泥だらけ。茂みに隠れているのか。我らのことをどうやる。はい、私なら手に入れたわ。それとも幕府の犬が近くにでも隠れて。ちょっと待ってね。オッケー。貴様の抵抗は水たまりは音がするでしょ。将軍の兄弟は何か知っている。素早く。ちょっと待ってね。の兄弟何か知っている。水たまりを通っちゃダメ。ネズミの歯、へっ、はい、切腹ぐらい。オッケー。水たまりは音がするでしょ。よっぽど様に立ち向かえるとでも思って。素早く。将軍の兄弟。うん、早く。ネズミの歯、いいえ。近道を探しましょう。素早く、鋭く。へっ、ちゃんと巻いてるわ。私ならできる。生き腕にするまで素早く、鋭く。オッケー。はい、我らのことをどうやって。床が泥つ。私のよ。貴様一人見えないでしょ。幕府の犬が近くにでも隠れている。うん、位置についた。動かしてくれるのがよかろう。足が濡れちゃった。小刀さん、起きてよ。もうないよ。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩、忘れはしませぬぞ。では、生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。I'll stop here for now. See you guys.